をしっかりと表していこうと戦っています。県民の民意を岩盤のように固くなった民意を、安倍首相がどんなドリルを持ってきても絶対に破壊することはできません。県民の厚い壁に阻まれて追い詰められるのは安倍内閣の側であります。安倍内閣はまだまだ建設をしようとしています。これは沖縄に対する差別でありいじめです。私たちはいじめをやめろと言わなきゃいけない。見て見ぬふりしてはいけない。差別は見て見ぬふりしてはいけない。差別はやめろ、いじめをやめろと言うしかない。そうしなければ私たちの人権は全くない。私たちは沖縄を犠牲にして生きていくわけにはいかない。沖縄に危険を全部押し付けて私たちはのぼほんとして暮らすわけにはいかない。その通り。私は沖縄県の宜野湾市の普天間の出身の細山純志郎と申します。昨日の本当に24時間前まで辺野古にいて、で辺野古の現場の皆さんに自分は東京に行って沖に戻ってできることをやってきますっていうふうにお話しして今日東京に戻ってきました。沖縄をずっとこの戦後70年通ってきたことだと思います。沖縄は何なんだ、日本なのかっていうふうに、もう基地はいらないんだっていうふうにずっと問いかけをしてきました。で今回ここに衆議院議員の皆さんが、参議院議員の皆さんお集まりになってます。でまた今回の沖縄県知事選で沖縄も基地いらないっていう問いかけをしています。それに皆さんはどういうふうに答えるんですか。山城雄二さんのような覚悟を持って、もう絶対に突き放せないっていうふうに覚悟を持って答える覚悟は持ってますか。本当にそれを私は問いたいと思います。自分たちの将来のためにこれからまたこういうふうに集まって日本政府に対して声を上げていきましょう。 できたら沖縄の現場にも足を運んで実際トレーラーの前に立って工事を止めていただきたい、止めてほしいなと。自分も時間があったら休みの大学休みの時には必ず足を運びます。皆さんも行きましょう。基地を作るな、基地を作るな、辺野古に作るな、辺野古に作るな、オスプレイ来るな、オスプレイ来るな、沖縄の人の声を聞け、沖縄の人の声を聞け。沖縄のうるさいですけどね、やっぱりもうずっと沖縄は差別されてて、もうこれ以上やっぱり子供孫たちに苦しめたくないと、もう基地をね、もうたらい回しじゃないですか、ね、もし県外とか言うんだったら普天間基地は、ね、どこ県外に持っていくか、それとも前グアムとかも話が出たんですよ。そうじゃなければアメリカ本国に持って帰ってもらいたいし、辺野古に移すことはまた同じっていうことなんですよね。たらい回しも、やっぱりそれはもう二度とそういうことをやってほしくないし。という集まりがあって、まあ、その場で寄せ書きをしてもらって、で私がまあ今日国会に来るので、まあ、みんな来られない人の思いをぜひ伝えたいということで一応持ってきました。沖縄でこれだけの民意がはっきりと新しい基地はノーだということを示しているにもかかわらず、それはやっぱり政府が無視するというのは沖縄だけの問題じゃなくて、やっぱり日本全体の民主主義に関わる大きな問題だなと。
というふうに思っています。でもそれを何としても止めたいという思いです。メッセージが込められたファンです。ちょっとジュゴンの形に見えたりしなかったり戦争の入り口だと僕は思いますので、基地があることは、うん、新しいものは作らない、今あるものは減らす、そういうことを政府に投げかけてもらいたいですね。去年の11月に辺野古と高江に行きました。知事選の前だったんですけど、その時に行ってやっぱり実際にその海を見たっていうのは、人が今日国会に来たらいいなと思って来た。米軍基地っていうか基地そのものがいらないと思ってるので、この世に。でそれをまたさらに基地を作るのに海を埋め立てて、で平和を願う人たちが押し付けられる形で、反対運動っていうか、平和を願う、平和や自然を大切にする思いでみんなやってることを、なんか反対運動っていう感じでやってるのはおかしいな、それを潰そうとしているの。私は一応東京の小岩に住んでます。辺野古には去年何回も行って向こうの海上行動に参加してたんですけども、基本的には東京に住んでます。ずっと向こうで船長として船にずっと乗ってたんですけども、この2週間本当に陸上もそうなんですけど、海上での暴力は本当にひどくて、もうみんな知ってるメンバーっていうか、みんなで本当にワイワイやってるメンバーばっかりなので、そういう人たちが本当暴力的に扱われるのはもう非常に腹が立ってます。基地の経済依存率、経済の依存率が 4.2% 程度らしいんですね。でもやっぱり東京の人って沖縄は基地がないとやっていけないんじゃないかと思ってる人多いと思うんですよ。だから、ね、それを考えるとやっぱり沖縄が選挙で辺野古のって言ったのは、自分たちは基地がなくてもやっていけるんだってことをしっかり表したことだと思ってるんですね。だからやっぱりそういう動きを応援していきたいと思うし、で私も湾岸戦争の時に沖縄にいたことがあって、でやっぱり戦争が始まると沖縄も本当にね、なんか沈んだ雰囲気っていうか、なんか自分たちがやっぱり加害者の一人であるってことをすごく認識させられるのが沖縄だと思うんですね。だからやっぱりね、そういう沖縄の人たちの痛みをもうちょっと、ね、東京にいる人たちも理解して、やっぱり基地をなくす方向で持っていけたらいいなって思いますね。基地を作る。